い、エディターのお魚ちゃんです。今回は何かというと、はい、軽自動車ですね。はい、屋内累計販売ナンバーワンのね、軽自動車 NBOX シリーズの新型。前はね、はっきり言って NA の標準モデルでしたので、まあ、今回はね、カスタムの方をちょっと見させてもらったっていうだけの動画です。まあ、そんなに内装は変わらないんで、まあいいかなと思ったんですが、今回はちょっと外観だけとなります。本当申し訳ないんですけど、まあブラック基調でね、これは3タイプあるんですね。まあスロープのついたバージョン、そしてね、NA、 そしてターボと、そういった感じなんですね。結構悪くはないんですよ、 NA でもそんな悪くはないので、意外と燃費良かったりするんですよね。だからまあどっちかといえばやっぱ街乗りがメインになってくるのかな、 NA は。だけど高速とかそういうところでグイグイとね出したい、どこでも行きたい、まあドライブ行きたいっていう人はやっぱねターボを選ぶ傾向になってくるんかな。まあロングドライブしたい人はね、まあそういう感じはあるけどね。はい、でもやっぱりね、デザインとしてはやっぱりね、まあ N ワゴンと同様にね、結構落ち着いた印象で逆に可愛いなって思います。まあそういう感じはあるので、まあ、これもこれでありかな。そしてまあ LED のデイタイムライトとかそういうのもついたりしたので、やっぱこうした進化はすごいなって感じです。はい、どうぞ。こちらとなります。ホンダ NBOX カスタムのターボ、まあコーディネートスタイルという車になるんですが、まあこちらはモノトーンです。まあどっちが分かっていたら、やっぱり見た目だけでたらそんなに変わった印象はないかなというところで、まあ売れ筋のモデルかなというところかなというのはあります。だけどこの白いいですね。まあ、最近はね、ツートーンの車もあるんですけど、やっぱりね、これもこれで悪くはないなということで、やっぱ性感差も結構あるんですよね。うん、これもいいなって感じです。
I wish to be me. デザインとして言えばやっぱりね、一番目を引くのはどこかって言ったらやっぱりフロント周りじゃないかなって思います。本当にそれかなというところで、やっぱりね結構 LED ライトとか、まあそういうのがあって本当に存在感あるんですよね。そしてまあデイタイムライトといったところで結構先進性とやっぱりね存在感のあるやっぱところはやっぱりホンダさんだなというところがあるし、 N シリーズだなっていう一歩先を、ね、進んだやっぱりスモールカーだなっていう感じはあります。やっぱり本当に、ね、先進性を感じるとそういうところはありますね。はい、内装としてはねブラック事情なので、実際言うと標準のモデルとそんなに変わってません。ただ結構生活な印象が欲しい方はこれもこれでありかなっていうところはありますね。はい、I wish to be me. Why is it hard on my own?
ートの印象として言えば、ね、どうかなと言えば、やっぱりね、本当にここも共通するテストだなっていうところがあって、結構シンプルでやっぱり塊感のそういう免許証なんですよね。それでもって安心感がある、まあ、そういうデザインの車だったと思います。だけどね、本当に、まあ、後ろにちょっと標準モデルが映ってるんですけど、これまたどこかで紹介します。やっぱりね、本当に免許証でやっぱりね、シンプルなんですよね。こういうところはやっぱホンダらしい、そういうデザインだなっていうのはやっぱり感じました。まあ先代モデルと比べてもやっぱりゴリゴリした印象はないので、やっぱり飽きが来ないし、どんな人にも受け入れられる。やっぱこういうカスタムのモデルであったとしても結構女性が多いんですよね。だからそういうのもやっぱ意識したのかなっていうのはあります。まあね、やっぱり小さくてどこでも走れる、そういう車なんですよね。はい。Why is it hard on my own?
最後にね、まあ、リアの印象と、あとね、本当に、まあ、あとはですね、本当に値段の話をしていこうかなと思います。お値段の話を。まあ、リアとして言えばやっぱりね、標準と共通するテイストがあってして、やっぱりね、本当に使いやすい車だと思います。あと、ドアミラー周りとか、ね、あの、反射して見せるような、ああいう、ね、視野角の機能も備わってたりしていて、独自機能も結構残してはいるんですよね。はい。まあ、それはいいとして、やっぱりね、こういう、本当に、使いやすい、見やすい、運転しやすいっていうのはやっぱり大きいなっていうのはあるので、ここはホンダさんらしい、そういう車だなっていうのはあります。はい。まあ NBOX シリーズとして言えば、まあ実際言うと164万8900円から236万2800円ってところなんですけど、まあ NBOX カスタムに関して言うと大体200万円台からです。大体200万円前半から、まあ、200万円中間ぐらいということですけどね、だいたい202万円から236万2800円ってところです。はい。そういったところでだいたい3タイプあったりして、結構おしゃれなんですよね、うん、こういうところはやっぱり着飾ってない印象があるので、これはこれで買いかなっていうところです。はい。車椅子抜けるだけじゃなくて、やっぱりバイクとか、まあ、あとね、あと荷台とか、やっぱりそういうレジャーにも使ってほしいっていうのが狙いだし、まあ少し前のロックプラスの流れかなって言いますけど、まあそういう感じはあるかなっていうのもありますよね。はい。じゃあ、ブチネットをしてるのありがたいと思います。そうでした。